ジャスミンは木製化素系続の植物の総称。素系族の植物は世界で約300種が知られている。ほとんどの種は白色、または黄色の花を咲かせる。いくつかの種では花は強い方向を持ち、香水やジャスミン茶の原料として使用される。オーバイもこれに含まれるが香りはない。主な好気成分はジャスモン酸メチルである。 ジャスミンとソケイ族の中国名はそれぞれソケイ、ソケイ族。サンスクリットのマリーカを語源とする祭りはソケイ族の数種に用いられる。ソケイや祭りカはソケイ族の一種。ジャスミンという語はペルシャ語に由来し、中近東から欧米では女性の名前としても用いられる。アジアからアフリカの熱帯あるいは亜熱帯地方が原産である。ほとんどの種が 観賞用として栽培されている。栽培の歴史は古く、古代エジプトですでに行われていたと言われている。素形と祭り花の2種については、香料原料として大規模な栽培が行われている。素形は16世紀中頃から、フランスのグラースで香料原料として大規模に栽培されるようになった。現在では、主な産地はエジプトやモロッコ、インドなどに移っている。 花は夜間に開くので、開き切った明け方に人手により摘み取られ、有機溶媒による抽出が行われる。抽出後、溶媒を除去すると、コンクリートと呼ばれるワックス状の方向を持つ個体が得られる。これをエタノールで再度抽出し、エタノールを除去したものが、香料として使用されるジャスミンアブソリュートである。花約7 0 0ラムからジャスミンアブソリュート1キログラムが得られる。 ジャスミンアブソリュートを使った香水としては、ジャンパット社のジョイが著名である。化粧品、医学部外品成分の香料の中で、ジャスミンアブソリュートはアレルゲン陽性率が高く注意を要する。ジャスミンの花にはいくつかの後期成分が含まれているが、その中でもジャスミンの香りを特徴づける独特な後期成分であるし、ジャスモンは、 未だ工業的生産法は確立されておらず、自然の花から抽出し生成するしか方法がないため、シス、ジャスモンを主原料とした香料は非常に高価である。それと比べ、工業的生産法が確立されているジャスモン酸メチル系の香料は安価で入手可能で、香水やアロマオイルなどとして一般に広く出回っている。緑茶、またはウーロン茶に祭り化を用いて、 香りをつけたのがジャスミン茶である。ジャスミン茶は中国において最も有名な茶の香りである。中国福建省が産地として有名であり、ジャスミンの花は福建省の小花である。祭り家は中国南部、台湾、インドネシアなどで栽培されており、ジャスミン茶の着工に使用される。 祭りかも夜間に花が開くが、摘み取りはまだつぼみの状態の昼間のうちに行われる。これを夜間に花が開き始めたところで、茶葉と混合して着工する。熱帯地方原産の植物であるため、中緯度以北では温室が必要な種が多いが、白木工や葉衣ジャスミン、オーバイは体幹性があり、普通に露地栽培することができる。肥沃で水はけの良い土地を好む。 素形や祭りか、白木工など発る植物であるので、支柱が必要である。支柱があると2から3メートル程度の高さまで伸びる。通常は、木で増やす。ジャスミンと名の付く植物は多くの都ガにあり、本来のジャスミンとは、系統の遠いものも多い。2011年のチュニジア革命は、別名ジャスミン革命と呼ばれている。いくつかの国では、ジャスミンを国家として定めている。 ありがとうございます。